とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、ついに最強武器が爆誕しました。これはね、間違いなく最強、今までも過去一の最強武器です。これスポンジストライカーだね。新しく出てきた武器になるんだけども、サンゴの剣のユニーク装備となってます。これ何が強いかっていうと、ダメージを食らうと攻撃力が爆上がりするのよ。もうとんでもないぐらいダメージが上がるのよね。この装備にエンチャントこれです。雷クリティカル痛みサイクルです。一番重要なのは痛みサイクルだね。これでわざとダメージを受けて、攻撃力を上げていくっていう、そういう戦い方だね。実際のところこのクリティカルと雷別にいりません。いらない。できれば輝きが入ってたらいいかな。 HP が、一番最大まで減ってしまうとダメージがね、上がらなくなるのよ。なので、回復しながら攻撃ができる輝きがあった方がいいよね。はい。まあ、とりあえずどんな感じかっていうのをお見せすると、こんな感じです。うん。こんな感じで、HP めちゃくちゃ減るけども、ダメージが、10億とか出んのよ。10億。とんでもないよね。で、HP が、1になってしまうと、効果がね、発揮されないのよね。まあ、これがあるので、装備は、あ、装備じゃない、エンチャントは輝きがあった方がいいと思います。あ、またね、この、HP を吸収するやつ、スパイダーアーマーとか、ウィザードアーマー、これだったらは、全然維持しながら戦うことができます。まあ、どれぐらい強いのか。お見せしましょう。まずは通常、普通の装備で行ったとき、どれぐらいなのかお見せしますね。それではまずはね、この装備、これで行きます。結構ね、火力としては自信のあるやつだね。ブロードソードで、クリティカル、凶暴化、追い打ち、あと吸血かな。それが入ってるやつ。一発のダメージが100万を超える。それぐらいの、攻撃力を持った武器です。で、さらに、バトルローブで、近接ダメージを 30% 上げてます。で、さらに、弱体化のドラで、ダメージを3倍にするかな ?2 倍か ?3 倍だな。うん。まあ、この、かなり火力のある、やつで行ってみますと、こんな感じです。うん。なんか、結構地味な感じに見えるけども、かなり減らしてる方だからね、これ。かなり強いもん。うん。この難易度にしたら。で、実際こういう感じ。うん。あ、結構早い早い。うん。締め具でガーってやるよりも、こっちの方が、そこそこ早いぐらいの感じです。うん。まあ、とりあえずこれが、今俺が持ってる中で、結構火力に、自信があるやつだね。今までで。では次は、新しく作った最強装備使ってみますね。それでは次はスポンジストライカーでやっていきます。スパイダーアーマーで HP 吸収、これを入れてます。でね、HP 回復を促すためにお菓子のカバン、これもね、入れときます。うん、そうすることによって持続回復がつくので、この武器使うのにはそこそこ向いてるかな。でもね、通常ではね、ちょっと使いにくい。この武器。攻撃範囲がね、狭めなのよ。狭めだし、ダメージ全部が高火力じゃないのよね。痛みを一回入った後の攻撃が、ダメージがね、増えるので、この雑魚がいっぱいいるようなところでは、そこまで向いてない。うん。まあ、結構火力は出るよ。
うん、まあもちろんね最強装備だから火力は出るんだけども、まあ、うん、これが一番光るのはボスとの対マンの時、ボスと1対1で戦う時は本当に強いよ、うん、まあとりあえずこんな感じで、倒していけます。うん、まあまあいけるにはいけるか、いけるにはいけるけど、HP のね、減りがさ、この攻撃回数なんで、えぐいのよね。この攻撃回数で痛みサイクル入っちゃうと、結構やっぱえぐいな。うん。結構 HP が減りすぎるんで、難しいね。普段使いは。まあ、ここに輝きが入ると、マシか。あ、むしろもう痛みサイクルと、輝きと吸血が入ってた方がいいのかな。それぐらい攻撃はもう痛みだけで、残りはもう回復に回してあげた方がうんいいかもしんないね。さすがにパンを2つ食べると、ああ無理だ無理だ、うん、普段使いはちょっと厳しいわ。うん、HP がどうしても減りすぎるんで、普段、あぶねえ、普段使いは厳しいです。こう普段からもね、使っていければ相当強いんだけど、え、今なんか、あ、キャプテンどこにいる？キャプテンも倒していこう。あ、いたいたいた、おいおい。ちょっとやりにくい。オッケー。オッケー。プレイヤーのダメージが 60% 減少？嘘でしょ。これはやばい、これはやばいぞ。でもそれでもおそらく、あーいっていけると思う。あ、たとえ攻撃が、あ、いや難しいか、難しいかもしんない。ボス行ってみよう。 60% 落ちちゃうのはちょっとまずいかな。うん、まあまあ、一回行ってみましょう。HP マックスだね。で、ドラは使いません。ドラは使わずとも OK です。豚肉を食べて、GO! 行くよ！はい、はい。こんな感じ。いや、バグとかじゃないよ。一撃で倒すバグじゃなくって、もう普通に、あの感じ。ちょっと、あれだよね。今の、動きが止まっちゃったし、ダメージが 60% 減少したで、ちょっと訳がわからなくなってるんで、もう一回ちょっとボスだけ、お見せします。それでは、何も変更点はついてないね。うん。で、HP も、マックスです。リンゴしか出ねえな。まあ、別にいらないか。はい。じゃあ、これで、止まらないように一回やってみましょう。いくよ。はい。これ、プラス25よ。アポカリプスプラス25。うん。とんでもないよね。ダメージの横に、10億のダメージの横にマイナスって出るのよね。おそらく、あれ、カンストってことじゃない？カンストダメージなんじゃない？うん、あれが出ちゃうんで、この、高 HP のボスも、ほぼワンパンです。ワンパンじゃないけど、まあ、ツーパンだよね。うん。一回、痛みでダメージをもらって、で、最大ダメージを出すから、ツーパンです。はい。まあ、とんでもない装備なので、まあ、一つ、持っておくと、何かと役に立つと思います。古代人を倒すときのにもいいし、まあ、ボスに挑むときも、いいと思うので。一つ持っておくといいです。まあ、痛みサイクルがついてるっていうのが前提だと思うんで、うん。それが使いやすいので、探してみてください。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。